こんにちは、あのぷくです。今日は、デルメゼの新しく流行りつつある戦法、ゾンビ戦法の解説です。早速本題ですが、構成はデスマスターが一人いれば大丈夫で、自由度はかなり高いと思います。この動画では、魔物使い、道具、デスマスターでやっていますが、デスマスター以外は特に何でも大丈夫です。自分は気になるデスマスター、火力の高いムチマモ二人、そして道具使いでしたが、火力職は武闘家でもバトルマスターでも大丈夫です。道具使いを入れたのは、アイテム消費を抑えるためと、レプラコーンコードの小人化を解除するためです。他のデバフを受けるときには、だいたい戦闘不能になってしまうので、蘇生してもらえば大丈夫です。もう少しアイテム消費量を抑えたいなら、道具使いの代わりに魔法戦士を入れたり、構成を安定させたいなら、旅芸人で回復を厚くしつつ、レボルスライサーを入れたり、レンジャーで守りの霧を入れつつ、レボルスライサーなどを入れるなど、構成はかなり自由度があります。慣れていれば火力3でサクッと倒すのもありかなと思います。個人的には火力2、補助色1、デスマスターの構成がいいと思います。火力3ですとね、やっぱりちょっと全員攻撃側に意識が回ってしまうので、それぞれの役割を決めても、どうしてもちょっと慣れてないと、この自分の立ち位置の状況が把握しにくいかなっていう面が個人的には感じました。では立ち回りですが、この補助職になる職の方が基本壁となります。火力の方は好きな感じで攻撃し続けてください。リンクは基本しないでいいと思います。後衛壁下がり戦法の時みたいに、補助職の方が壁で、デスマスターがタゲとなり、タゲ下がりが成立したら、火力の方は、デルメゼの背中側に回った方が、何度かやって安定するのかなという印象がありました。ちなみに、後衛壁下がり戦法がわからない方は、別に僕のこの後衛壁下がり戦法の動画を撮ってありますので、よかったらこの動画を参考にしてもらえたら嬉しいです。まだ何目しかやってないので、個人的にはもう少し検証の余地がある状況です。エンド処理は基本的には壁がエンドまで壁をしていて、エンド攻撃でそのまま戦闘不動になってもらって大丈夫です。戦闘不能になったら、デスマスターがそれを見越して置き座をしておくような感じで蘇生するので、そのまま戦闘不能になっても大丈夫な感じですね。そして壁職の方が元の壁ポジションに戻る感じです。基本的にはこれでいいかなと思います。で、このゾンビ作戦なんですが、注意点が4点ほどあります。一つは、弾の爆発に巻き込まれて、座王塔にかからないことですね。戦闘不能になるのはすぐに蘇生するので問題ないんですが、ザオトーンにだけはかからない。もしくはザオトーンにかかった状態で戦闘不能にならない。ということが重要です。二つ目が、ジャッジメントブルーに耐えられるように準備をすることですね。何度か全滅したことがあるんですけど、いずれもこのジャッジメントブルーに対する備えがちょっと甘かったかなと思ってます。回復がデスマスターなんで、少し回復が弱い感じなので、ジャッジメントブルーに備えて HP を高めたり、火ダメ軽減するような設定にしておくといいですね。もし心配でしたら、HP の高い一人の魔物使いさんだけはデスマスターと HP リンクをしてもいいかもしれません。三つ目ですね。デスマスターを守り、デスマスターが戦闘不能になったら、即蘇生してあげることです。四つ目ですね。壁に入られる方は、相当突っ込み避けが上手なレベルでなければ、素直にエンドでやられていいかもしれないです。いわゆるガルドドンの時の魔法戦士みたいなポジションですね。基本的にはこんな感じです。若干世界中の歯は消費しますが、HP もほとんどの場合満タンにしないで、即蘇生してあげるだけでいいので、割とエコです。もう一つのエンド処理としては、後衛壁下がりの手法みたいに、魔物使いとデスマスターさんだけがリンクで繋いで、エンド前にタゲのデスマスターさんが当たってエンドを全員で回避するやり方です。やってみた感じ、どちらの方法も一長一短はありますが、
ジャッジメントブルーの時の対処ができるのであれば、リンクなしの方が個人的にはやりやすかったかもですね。デスマスターは、資料を骸骨か鎧の騎士を呼びます。骸骨は攻撃をしてくれますし、鎧の騎士はデスマスターによる回復は多くはないので、回復を補助してくれてとってもありがたかったです。この戦法で慣れた方であれば骸骨がおすすめで、ちょっとお試しでやってみたい方は鎧の騎士がおすすめです。デスマスターは深淵のちぎりにより、聖女をかけながら回復魔力を上げることができるので、割と戦闘不能になりにくかったですね。やってみて思ったんですが、ジャッジメントブルーが耐えられるのであれば、引き寄せの鈴をつけてもいいかもしれません。今回の動画は、この戦法をフレンドさんに伝えるだけで、特に練習することもなく、この構成は僕を含めて全員初見の状態で戦った時の動画なんですが、割と慣れるとこの戦法は簡単かもしれませんね。ただ、ゾンビ戦法が好きか嫌いかは分かれる面があります。もうそろそろデルメゼの色が変わってくるので、割と削りも早く、大きく崩れることもなく戦える感じですね。ただ今回の動画は最後ちょっと赤になってからグダってしまうのですが、黄色に変わるまでの時間は割と早かったですね。世界中の種族の消費量も抑えられることから、割とありな戦法ではないのかなと思います。はい、黄色に色が変わりました。6分30秒ちょっとで色が変えられるというのは、初めての構成の割にはなかなかいいんではないでしょうか。なかなか良い解説だと思われた方、グッドボタンを押してもらえると嬉しいです。今後もゼルメデの関連の動画、装備や立ち回りに関して動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録していただくと嬉しいです。解説は以上となるんですが、動画は続きますので、よかったら最後まで動画を見てくれたら嬉しいです。そして何かヒントがありましたら、僕の方のコメント欄にヒントとか、こうした方がいいよっていうのがありましたら、書いていただくと嬉しいです。撮影や作戦構築に協力していただいた、風儀さん、ジアピさん、ピタンさん、シータさん、ミルクティーさん、ありがとうございました。